どうも、3月11日、今日11日目です。で今日は東日本大震災から8年ということで、最近テレビでもたくさんいろんな番組やってるんですけども、まだまだ完全に復興してるわけではなくて、大変な思いされてる人もたくさんいると思います。少しでも1日でも早い復興を、僕も、願っております。はい、今日は、そのテーマとは関係ないんですけれども、切り替えてやっていきたいと思います。で今日のテーマ、骨折というテーマでやってみたいと思います。それでは聞いてください。ボン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 肋骨折りたいボン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 肋骨折れた。初めてのデートから返事が返ってこない。既読はついてるんだけど返事が返ってこない。肋骨折るくらい抱きしめたいよ。そんなこと言ったから惹かれてしまったのかな。おおおボン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 肋骨折れた。ボン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 抱きしめたい。ありがとうございました。